ここでとても恥ずかしい告白をします。お父さんの財布の中には生まれて間もないお母さんにいただいた君の写真が一枚入っています。さぞ狭い財布の中で年間の間君のことを応援したことでしょうか。誰の親父と温かく、すみません、ちょっと窮屈と申し訳ないでしょうが、ダメな愛情を温かく守り続けてくれました。お父さんは折に触れ陽子に励まされていたのです。本当にありがとう。私は時には強い口調で注意したり怒ったこともあったように思います。そんな頑固な父に抵抗するように反発したり口を聞かなかったり、毎年の夏の旅行にも行かない年もありましたね。これからは優しい哲也君がいつもそばにいてくれると思うと、私としては肩の荷が下りたような安堵感を感じています。しかし一方、おっちょこちょいで甘えん坊の陽子が哲也君の伴侶としてうまくやっていけるかどうか一抹の不安もありますが、陽気で明るい陽子を信じています。哲也君、どうかわがままで至らない点も多い陽子ですが、多めに見て幸せにしてやってください。夫婦円満の秘訣というマニュアルや教科書はありません。二人で共に考え共同作業で築き上げ、誠実に前向きに向上する気持ちを持続し実践していくことだと思います。それには何と言っても健康が一番大切です。いつまでも今の気持ちを忘れることなく、気負わず焦らず自然体で一日一日を大切に過ごしてください。今日二人の後悔が始まりました。二人に私が昔教わったコロンブスの好きなことを送ります。アドベンチャーを続けるように。努力を続けるように、そして後悔を続けるように、発見を続けるように、成長を続けるように、そして揺るぎない愛情を続けるように、そうすればかのプロンプスが返しさえない大西洋上で嵐、上、氾濫、疲労に苦しみながらもピンタ号の航海日誌に書き込んだのと同じ不滅の言葉を、陽子も人生の後悔にしないから書き込むことができるでしょう。今日も後悔を続けた、そして幸せという素晴らしい大陸を二人で発見してください。最後に哲也君に私の座右の銘を送りたいと思います。また今日の忘れた僕との最後の僕の名前で覚えます。平成27年6月に続く新婦先輩樋口博一。今日まことく香り結婚おめでとう。今日はこの良き日に人生の先輩として一つためになる話をしたいと思います。そう、皆さんご存知かもしれませんが、人生
生の大切にしなくてはいけない3つの袋まずはお袋さん、たとえ作詞家が何と言おうと、この曲は俺の持ち歌として世間には認知しているから、世間は俺の味方だろう。そう過信して代表曲を歌えなくなった歌手がいました。森進一ですよね。人生において何事も過信は禁物です。そして次に巾着袋、人生の先輩として言わせていただくならば、結婚生活は甘く楽しいことばかりではありません。時には妻に拒否されたり、妻が実家に帰っていたりと、性欲のたまることも多いでしょう。そんな時は巾着袋にこんにゃくなどを入れて自分の手で行ってください。誠くん、人肌に温めるのがポイントですぞ。そして最後に玉袋、本日2人を祝福するために駆けつけてくれた会場にいる皆さんが生まれてきたのも、お父さんの玉袋から生産された精子の玉だけに賜物です。この玉は触ってよし、揉んでよし、舐めてよしの玉袋のホームラン王なのです。香りもこれからの生活で暑い時もあり寒い時もあるかと思いますが、玉袋のように臨機応変に大きく伸びたり小さく縮んだりして、誠くんの竿の下の力持ちになってもらいたいと思っています。私が初めて香りから結婚したいと誠くんを紹介された時、たわいない二人が一緒にやっていけるか大変心配で、この結婚を許すのを非常に悩みました。ですが香織が持ってきた誠くんの玉袋の隠し撮り写メで決心ができました。それは色、艶、形、大きさ、どれをとっても申し分がなく、男の私が見ても嫉妬するぐらい大変良い玉袋で、この玉袋の持ち主なら香りを心も体も幸せにしてくれると確信いたしました。もう一枚の写メには誠くんの玉袋を手に乗せ、にっこりは微笑んでいる香りの姿が映っておりました。香りが幼い時大好物の豆大福を美味しそうに頬張る香りの笑顔と重なって見えて、目頭が熱くなったのを思い出します。最後になりましたが、未熟な2人がこれから人生を共に歩んでいく中で、今日お越しいただいた多くの友人のご協力をお借りすることになると思います。その時は皆様、この未熟な2人のためにどうぞ
お力をお貸しください。皆様、香りが、いだらの点がございましたらどうぞ叱ってください。踏んでください。朝縄で縛り上げてください。一つ一つ体で覚えてきっと孫くんも縛らなしにしてくれると思います。本日はお忙しい中ご出席いただきまして誠にありがとうございます。平成27年6月7日新婦パイセン保坂智夫、どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。万歳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 。どうもありがとうございます。トモン君からですね、実家に取材して、汚い意見をいただきました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。